ビリビリクリアしたから炎だな。炎。お、みんなみんな炎だ。俺を一足先に炎クリアしちゃうよ。マジかよ。え、なんで上乗ってんの？これでこうじゃね？ここで吹っ飛ばすんじゃね？おお、リアが一個だけ混じってんのか、これもしかして。だけどまあどうせ消えちゃうから、ね、何のレアなのか知らねえけど。何やってんだよ。さあ行くぜ。おい、これを試さなきゃ。ん、これ押せるの？一回一回出るんじゃねえ。なんで一回一回出るんだろうね。ほら、なんで降りてくんだよ。それもお前を俺が吹っ飛ばすんだよ。みんな何してるか全然わかんない。頑張って俺を持ち上げて。頑張れ。いやだからち、あーこれも、やっぱ持っていけんの。マジか。なるほど、頼むぞ。炎の神殿でお願いします。よし来た。なるほど、なるほど。3人がかりだったら持ってるのかよ。どこでも OK、 やめろ。よし、いいぞ。全員一致、炎の神殿。寝こうぜ。ここあれだろ、バルーンタイツ一択だろ。これはあんまり落ちるとこないよ、そこ。マジで。じゃあハートフルドレス、ハートフルドレス、みんな助走していこう。弓矢ブーメラン、弓矢頑張って。弓矢あれだな、空気壺はあんまり。それが熱い、熱い。ブーメラン、他のプレイヤーを引き寄せることができるぞ。ブーメラン結構重要だよ。まだだ、まだだ。戻ってこい、戻ってこい。あ、なるほどね。はい、俺だ、俺。まず押そう。よし。あれもうボス戦なの、これ。なわけないか。ひどい。爆弾、あ、そういうことか。来い。俺を吹き飛ばしてくれよ。来い、来い、来い。こいつ分かってねえ。よし、むしゃこんなの。あ、危ねえ危ねえ。おっと。入らなかった。うっそー。ちょっとこれそうだよな。なんだこれ。ダメか。ちょっと一緒に来て。ああ。やっぱここまで持ってこなきゃダメなのか。お前じゃない、こっちだ。よし。これジャンプってないよね。ジャンプはない、投げてもらうしかない。あの溶岩で地面が沈みそうな時にジャンプジャンプって。いった。なんだこれ。これちょっと辛いんだけど。あれ。よし、回復、回復が欲しい、回復が。おりゃ、ダメか。あ、ボス前に回復。全部クリアしちゃうよ。よしよし、完全回復。そんな。さあ、ボス戦、これ、なんだ、きついわ。これ溶岩で上にボスをおびき寄せるのかな。え、ちょっと、おお、なんだなんだ。どうするんだこれ。どうだ。あれ、あ、尻尾か、尻尾だな。なるほど、ブーメランでも戦える術があるんだな。これはケツだ、ケツ。
鉄頼むよ。よしよし。あ、違う違う違う。爆弾。あ、高くなった。お、いいぞ。これはメンバー頑張れるぞ。やばい。お、投げろや。やばい。ケイちゃん。あれまだいんの？ケツ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 。マジか。終わったのと思ったら。それやめろや。あー。よしよし。おう。よしよしよし。なるほど、こう目の色か。青だから。ちょっとダメか。よしよし。こうやって俺が。ダメか。あ、じゅ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 。流しとき。ドーン。で回復このよしよしよしこのゼルダってかリンク全員助走してるけどやばいやばいやばい助走ゲームだなもうやっイエーイやってなかったよしやった全部クリアできたイエーイなんとか倒した倒した余裕ビリビリクリアしたのかビリビリとしたよしクリアしたマジで早いな炎も倒したあ炎はねまだだよだ頑張れ頑張ったら多分マッチングさえできたら最後までやらせてくれると思うからなんだこれどうすんだははは痛いうそうそやったなんとか全部クリアできたおりゃみんな狙って爆弾を入れるんだ。じゃないの。よし。あー、イエーイ。ナイスナイス。よし、全部クリアできたからバーイって言って去っていこう。こっちと。こうじゃねえな。おお、ナイスナイス。超もどかしいんだけど。他の人に伝わんないの。そこじゃねえ。あ、そうなんだ。とか。ちょっとまだ終わってない。俺も。じゃねえ。さらば。これあれじゃないのか。3人乗せればここ届くんじゃねえの。出発をやめる。何炎の神殿に。メンバー抜けました。俺も抜けるよ。熱い熱い熱い。バーイ。じゃあトーテムじゃね。トーテムじゃね。二人の大変な状況を楽しみに聞いておこう。なんだ二人とも今は炎の洞窟かい？炎の洞窟三。三。クマさんは炎の洞窟？あ、うん、あの一人言うこと聞かなくてさ。要介護。あらこっちだからこれどうすんだろうなぁ俺の画面は動かないぜあ、そういうことか一人マジでおかしいやつがいてさ武器やべえんだよダメか、そういうことじゃないあー、みゆさんあそこだ、俺が超詰まってたとこだえ時間おいおいおい、なんで食らってんだお前ら何これヒントだけ言うヒントだけ3人がかりで押そうとすると押せるマジでそれヒントじゃねえよ3人がかりでヒントじゃねえからそれもう答えだよねブロック押せるでもヒントだろう。どこに動かすかが分かるか。ああ、そういうことね。もどかしいよ。押せない。全員じゃないと押せないから。あのね、行くぞ行くぞ。どうすんだこれ。押せた。押せたけど火が来た火が来た。危ない危ない。頑張れ頑張れ。頑張れなんでそっち側なのあ、そういうことね俺ボール遊びでもしとくよ
ジャンプ中に攻撃できねえんだな。あ、そっち、完璧。おお、おお、いいね、いいね。クロックタウンじゃねえか。何パターンかあるのか。あ、そっか。これあれか。行くぞ。まだ音ゲー、音ゲーだこれ。これ、ここ、え？違うんで引くんだって。おお、熱い熱い。クマさんも同じところだ。一足だけ。これあれだな。高みの見物。お、理解してくれたやっと。よし、これでいけんだろう。頑張れ。いや、マジかよ、こいつ、まずいぞ。動きがやばい。マジかよ。俺はずっと音ゲーしてるわ。あ、37で終わってしまった。おーし、いけた。行こう、みんな。さあ、行くぞ。あとボスだね。ボス、ボス倒せんのかなこれ。結構強いよ。ああ、落ちた落ちた。でも正直爆弾のボスよりは強くないから。あ、そうなの。爆弾のボスはやばかったね。なんだこいつ、ハート落とすぞ。お、ハート、ハート。ボス前のクラゲじゃないって。うん、殴るとね、アイテムいっぱい落とす。全回復した。なんだこいつ、こいつだけでもう1時間いけそうだ。お、いっぱい落とした。そいつだけで1時間は無理だよ。イエーイ。どんだけいじめんでクラゲを。4、炎の死で4。さあ、どっちが先勝つかな。え、二人きり。あれ、いや、あー、なんかこれ見たことあるようなボス。うん、今日のボスだよね。で、デグテール。全く一緒じゃねえか、この野郎。どっちが先に勝つかな。二人の勝負だね。一足先に終わった俺は高みの見物をさせてもらおう。さあ、どうす、あ、これどうすればいいんだ。これ空気壺をなんか役に立つの。なんでいいよ、頑張れ。なんで落ちるんだよ。みんな頑張って。こりゃ、これ空気壺役に立たなくない、なんか。普通に剣で切ったらいいよ。あ、上に上がった。なんだ、回復が取れるでしょ、上に行くと。お、あれ、あ、わかった、トーテム、トーテム。音ゲーがどんどんリズムが入る。ごめん、ごめん、ごめん。ずっと遊んどけるね、音ゲー。痛い。黙って、マジプレイになってる。あー、94。ハート取ってこい、ハート取ってこい。おーし。よしよしよし。ちょっとハート取りに行こう、ハート。どっちが先に取る。同じことですよ、同じことですよ、俺を。ハートっていうあれがないから。イエーイ。回復だろ。痛い。やばいやばいやばい、追われてる、追われてる。ちゃんとクリアできたら、クリアできたと言いましょうね。下手くそめ。言っちゃったよ。よし、そこは一旦リスタートでしょうが。あと1分しかないぜ。お、やばい。多分最後までやらせてくれるんじゃないかな。ハート取ってこい、ハート。よし。じゃ、持ち上げられたら俺もう何もできねえもん。ほんとどうしようもねえな、これ。うい。押せっていうコマンドねえのかよ。下ろせはあるだろ、投げろが。よし。投げてって。あ、この目の光で追われてる人の色か、これ。あ、気づいた。あいつ言わなかった。やられるよね。ん？あ、これ3人だな、3人だな。そう、だから追われてる人を下ろして他の人も。イエーイ、倒した倒した。あ、クサと感じだ。それ俺のせいじゃねえだろうよ。完全に俺のせいじゃねえよ、それ。妖怪護者いたんだ、メンバーに。イエーイ、嬉しい、なんかこれ偽勇者が。逆にノラの方が面白いかもしれないね。
ちょだからさ、俺をそっちに持ってってどうすんだよ。俺はクマファン視点楽しみでしょうがないな。普通に殴らせろよ。俺視点は残り10分ぐらいずっとあのボンボン叩いてるだけだよ、ボール。助けて。あ、せめてクリアしたいね。プレイタイムではありませんとか出てきた。エラー発生した。キレキレキレ。よかったね、ギリギリクリアできたね。ギリギリ。あ、ダメだった。通信が切れましたになったわ。最後のアイテム取れなかったけど。いいんじゃない、クリアできたし。うん、やべ、これ俺真ん中だ。何もできねえ。クマさんはクリアできるのか。できるのか。あ、行ったぞ。行った。俺真ん中だけど、ね。あ、91だ。また100いけなかった。やろう、私も。投げ捨てて俺を。あれこれどうやって。壁に向かってペガサスのグズで。あれなんでだ、出ないぞ、ボールが。あれおかしいな、おかしいな、ボールが出ないと。あれオンラインじゃないとダメとか。あれだな。ああ、そういうこと。ん、一応クマさんも倒せた。あ、余裕ですよ。遅かったけどね、一番。余裕ですよ。いや、これは本編楽しみだな。なんだ、エラー発生したぞ。そうそう、もうだって時間切れだもん、うん、すげえ速くなってきた。あれ、服装が最後に行った時の服のまんまなんだ。そう、女装姿のままで。女装姿のまんま。ゼルダ姫の服を着てリンク。うえー、これゼルダ姫の服着て。何これ。あ、来た。クリア、最後までクリアさせてくんねえの。一応まあ、倒せたからいいんじゃね。2枚金とかいうの渡されたぞ。こんなんあるんだ。3回。誰かが落ちたらそんなになるのかな。ド変態勇者がいるぞ。全員ゼルダ姫の服。で、まあ、みんなクリアできてよかった。そうそう、よかったよかった。俺最後までずーっと叩いてるけど。けどこれ落ちるまでは頑張ろう。私もやろう。でーん、あ、もう落としたに。早すぎない。ぴょん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 。あ、落ちた。8回で落ちた。ほら、ほりゃ、トイ難しいよ、意外と。あー、74。最高94がそれぐらいだったな。もういいか。あー、3桁があるか確認しなくていいのかい。うわー、あ、はまったその場で剣を振るだけで。あ、それは結構簡単に持っていけるよ。これ連射してればいいのかな。あ、2回で終わった。あ、キックもできるじゃないか。よしよし。あれ、連打でいいのかな。あ、連打でいいわ。その場でハマりになったらもう連打でいいわ。なんか連打過ぎたら。これ音楽が嫌なんだけど。すげえこう早送りな音楽が。俺あれだよ、デスマウンテンでよかったよな、あの火山のやつの音楽。あ、37回で落ちた。連打ダメだな。連打ダメ、抜ける。うん、ずれる。動画の尺的に3人全員がこのリズムゲームしてるだけになっちゃうんだけど最後。次ミスったら終わりね。この最後のやつで勝敗決めよう。最後の1回。そう、今の最高94ぐらいだけど、この最後の1回で。あ、私そんな続かないんだけど。え、連打してれば続くぜ。うん、真上に飛ぶタイミングにして、あとずっとその場で振っとき。あー、はい、37です、俺の結果。ここで止めよう。よし、やべえな、クマさんにこれ37だったら普通に負けるスコアだな。私2桁いってないもん。これはひどい。あの、回数が分かんないからやめときが分かんないんだけど。クマさんがミスったら終わろう。クマさんのミスり待ちで。と2時間ぐらい。2時間もやるの。名前の変更？名前の変更できるよ。あ、自分の名前を。そうそう、まあ DS の登録してる名前になるんだけどね、これ。あ、そういうことか。今のうちに変えとくといいよ。まあいいや。ボールが速くなってきてるな、これ。そうそうそう。
大丈夫、それも折り込み済みの距離の感じだから。おしゃれかな、この名前。僕は好きです。僕？僕は好きですよ。アムロのキャラかな、みたいな。いろんなおしゃれを楽しんでください、ね。なるほどね。こんだけ早ければ90ぐらいいくかもね。そうそう。さあ、でまだお父さんが。お父せ、お父せ。え、まだ落としてないの？リズムは関係ないから。うん、で目の前に影が来たら撃ったらいい。俺の親指が限界を超えるまで続くよ。こうやって無駄に話しかけてると話してるとミスんだよ。てか、早いんだけど。同じミスで。タイミングよくは無理だぞ。ちょっと落としやがれ。あ、103。あ、100あるんだね。あ、負けた。俺最高97だった、94だったか、そんな感じだった。よし、じゃあ、無事、体験会。1時間楽しめたね。うん、よかったな、これは。これ楽しいね。本編楽しみにやろうじゃないか。うん、話してると多分簡単になっちゃう。そうだ、スカイプでやると簡単になっちゃうけど、あえてなしでやる？やらないよね。ありでやるよね。やるときは。まあまあね。どっくらい難しいか分かんないからね。はい。じゃあまあ、今回のこの体験会はこれで終了しようか。おお。じゃあこれで終了します。おい。おー